シャーザーとの投げ合いで6回6奪三振1四球5安打4失点。パドレスドジャース、日本時間27日、サンディエゴ。腰の張りで負傷者リスト入りしていたパドレス、ダルビッシュ有投手は26日、日本時間27日、本拠地のドジャース戦で復帰登板に臨んだ。先発で6回5安打4失点と力投したものの、打線の援護に恵まれなかった。6回の打席で代打を送られて降板。今季8勝目はならなかった。防御率 3.80。3度の際、ヤング賞右腕、シャーザーとの投げ合い。初回から2イニング連続で三者凡退。順調な立ち上がりを見せたが、3回に崩れた。無視一塁からバーンズに先制の左中間にランを被弾。ターナー、シーガーの連続二塁打で3点目を失った。4回は先頭、ポロックの三塁打からベリンジャーの右ひで追加点を許した。6回102球、ストライク67球、お投げ、6奪三振1四球、5安打4失点だった。ダルビッシュは腰の張りで15日、同16日、に今季2度目の負傷者リスト入り。12日、同13日、の敵地、ダイヤモンドバックス戦以来の登板だった。6月21日、同22日、の本拠地、ドジャース戦で7勝目を挙げたが、これで9試合続けて白星に届かず。黒田博樹に並ぶ日本人歴代2位の通算79勝目も持ち越しとなった。